どうもこんにちは、ピクトです。ということで今回はですね、クナットペイというゲームをね、やっていこうかなと思いますね。まあ、このゲーム簡単に説明すると、ピクミンってゲームあるじゃないですかね。あれをなんか投げたりしてなんか敵と戦うと思うんですけど、あれの子供版。まあ、戦いはないんですけど、まあ、ちょっと言ってる意味がよくわかんないんでね、さっさとやっていこうかなと思います。まあ、あのホームページに書いてあったんですけど、なんか主人公は、この女の人、あの幼稚園の先生なんですけど、なんか遠足しに行ったら子供がいなくなっちゃったんで、まあ、その子供をね、探しに行くみたいな感じだった気がします。すげえかわいい。めっちゃかわいいな、これ。あ、で、これでなんか、帰り際にどうなんだろう。で、振り向いてから、おっ。子供の顔なんかバカすぎない？おおすげえ、近づいてきた。でこっから探しに行けばいいってことか。オッケー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 。おおすげえ、あカラー変えられるんだ。なるほどね。あサイコロ、え子供誘拐しそう。なんかどうしよう、何がいいかな。あこれサイコロだとこれ全部ランダムなんてか、こんなとこに時間かけてる暇ねえんだよ。じゃあこれでいいや。じゃあこれでいきます。この先生でいきましょう。でこれまあコントローラー僕持ってないんですけど、まあ移動ボタンと C ボタンが確かアクションだったかな。まあなんか多分それだけでできるはずなんで、まあやっていきましょう。おーすごい。あでこれで子供かける25だから25人集めればいいのかな。先生すごいな、なんか軍隊みたいな軍隊みたいな歩き方しなかった今あでこれで子供はもう触れればもうあれなんだね。勝手についてくるんだね。オッケー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 。もう帰ろうぜ。もうか、あ、さすがに帰れないか。25人集めた状態で行けばいいってことか。なるほどね。オッケーオッケー。で、C ボタンでこれ何するんだろう。あ、すごい。まあ、ごめん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 。ごめん。めっちゃ元気。これどうやって、あ、なるほど。これで、これ調節しつつ、これでなんか投げていろいろやれってことか。虐待あでこれでなんか今ここにあのなんかゴミ箱があるから、ちょっとゴミ箱にゴミ箱に向かって子供投げんの本気。あーごめんあなるほど、こういう感じで子供を見つけていってどんどん増やせってことが。オッケーオッケーオッケー、これ楽しいなこれで楽しいって言ってなんか俺、あもう普通に座ってる。行こうぜ。あこれ結構すぐ見つかるもんだね。じゃあいろんなとこ行ってみればなんかアクション要素があんのかな。多分さっきゴミ箱がなんか揺れてたから割とは、あ、わかりやすいんじゃないかなと思うんだけど、あれは？これ届くかな？ちょっと待って。これさ、ワンチャン。これワンチャン、これ。いやー無理か。ちょっと待って、どうしようこれ。一旦投げとくか、とりあえず。ごめん。お母さんに怒られるだろ、これ。軽率に子供投げんな。じゃあ、まあ、こっち側行きますか。なんか怪しいとこないのかな。おお結構いるな、普通に。棒持ってる。かわいいな、なんか、最初なんか間抜けとか言ったけど。なんか BGM もね、いい感じの雰囲気が出ててね、なんかすごいほのぼのとしてるわ。もうやってること全然ほのぼのとしてないけど。で、下の道に、あいる、あ、結構見つけるぞ。あそこにもいるわ。じゃあ、めっちゃいる、こっち側にも。ここにもいる。あ、待って。これはあれか。これ投げんのか。OK。でこれで調節して、これ待って難しいな、ちょ場所が悪いな、最初の初期位置が悪いとこれダメだ。いやー、あーごめんごめん命を粗末に扱ってごめん。はいオッケー、これオッケーでしょ、オッケー痛いだろ子供なんだこのゲーム、一部の大人に訴えられる怒られるだろこのゲーム。あれこっちって言ったっけ、あれ戻ってくる、こっちもしかして。あれ、あこっちは戻ってこないか。オッケー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 。じゃあこのまま上に行きましょう。めっちゃおもろいなこのゲーム。あ待ってめっちゃいる、めっちゃいる。お前ら何やってんの、お前ら寝てるやついるし。とりあえずこれ起こさないといけないのか、これなんだろう、これ飲み物とかも取れんのかな、なんかこうやってうまいこと投げればこれ手で取れ、普通に手で取れ、それは。あ、ダメだ。なんだ、あ、起きた。なんか知らんけど起きた。今絶対痛かっただな、あの子。顔面べしゃいったでしょ。あ、じゃあこれは、まあこれも普通に投げて起こそう。はい。オッケー。あ、ごめん。あ、待って、お前戻ってこい。お前、あ、どこ行くんだ、お前。ちょっと待って、お前、そっち側から戻ってくるタイプね。オッケー。これ、なんかすごい、
あったかそうなとこだけど、これ投げたらどうなるんだろう、燃えちゃうかな。あ、よかった。さすがに燃やしてたらなんかもうちょっと俺このゲーム穏やかにできないよ俺は。はい、え、これ、オッケー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 、よし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 、オッケーオッケー、ビンゴビンゴビンゴで、なんかあれ、キー登ってるやついなかった、こっちとか。あれ、これどうやって行くんだろう、なんかここにいるんだよねこれ。え、これさこれ投げられんのかなこれ。あおもろいなこれ、まあ、これよくわかんないな、この水筒みたいなやつは関係ないのか。あ、これ回ってあっち側行けんのかな、いつか。で、これも投げれるね、オッケーオッケーオッケー。で、これも、はい、オッケーオッケー。痛いだろうな今の完全に痛いだろうな今。どう先生無表情で投げんのやめてください。お、いた、なんか普通に隠れてた今な。あ、今もう15人いるのか。え、結構すぐ集まるもんだね。こういう端っことかに意外と隠れてるっぽいね。あ、で、こっちにも3人ぐらいいる。あれ、これ渡れない。あ、これなんかピクミン効果なんじゃないのこれ。これさ、ちょっと投げて、あ、なんだこれ。あ、キー倒すのかこれ、まさか、まさかこれ、まさかこれキー倒すのか、いけるぞこれ。あ、そういうことか、ピクミン要素きた、ピクミン要素きたー。偶然にも見つけたけど、すげえ。帰ろうや。なんかお前動物の森みたいなことしてんのお前。で、てかなんか BGM 動物の森っぽくね。動物の森やったことねえけど、一回しかやったことないです僕。で、こっち側行って、あれ、こっち側行ったけど何もないのか。いないな。これかわいいなこれ。うわ、すげえ、めっちゃかわいいこれ。あ、ここ行けそうじゃねえ、ここ。あ、行けないのか。行けねえ、どここれ、どこに行くんこれ。あ、こっち側行ってなかったわ俺、ごめん。で、ここ行くと、おぉ、いるね、二人。あ、こっち側にもいっぱいいる。え、待って、お前どこで連れしてたの今。ねえ。いや、さすが、まあ、幼児だからしょうがないな、まあ。さすがに井戸でいや、バカだろ。絶対バカじゃん、こいつ。で、まあ、これ見つけていくと、おっ、え、もうあと3人じゃん。結構すぐなんか見つかりそう。寝てる。かわいい。こんなとこで、あ、これ起こさないといけないパッティンか。投げるか。ほら、いけいけ、起きろ、起きろ、起きろ。ほら、ほら、寝るな、こんなとこで。起きなさい、起きなさい。これピンポイントで当てないとダメなパティンかな。ちょ、なかなか当たんないなこれ。あ、起きたかな、起きた、起きた、起きた、オッケー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 、起きた起きた起きた。ちょ、当たり判定が分かんなかった今。で、これはちょっと、これキー折れそうだから、これ折るべきでしょ。おい、いけ、おれおれ、はい、これ折れるぞ。オッケー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 、ナイスナイスで、寝てる子が、あ、ごめんごめんごめん、なんかめっちゃ引っかかってる、ごめん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 。で、ここにいるから、こいつもあれか、起こさないといけないのか、待って。おい、踏むな先生、おい先生、子供を踏むな。ちょっとあの、映りが悪かったんで移動させました。ちょっと、まあこれは普通に、まあ投げれば起こせるやつかな、これは。はい、起きろ、起きて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 、ほら、帰るよ帰るよ、起きたかな、起きて起きて起きて。で、ここに2人いるから、あ、これもう25人、終わりじゃね、あれ、え、これってさ、何人いるんだろう、結構人数いるよね、だって、あ、25人プラスって書いてあったから、まあまあまあ、よくわかんないな。どうすればいいんだろう、あ、こっちが行けんの、なんか子供が勝手になんかそっち行ってるんだけど、え、なんで先生はいけないの、え、先生はいけないのそこ、え、待って、え、待って、子供たちが全員死んじゃう、待って、子供たち、え、いなくなった、あー、復活した、なるほど、子供を復活させる裏技を見つけた。あー、なんかみんな、でもなんか戻ろうとしたらまたあっち行っちゃう、まあいいや、いや、まあ良くないんだけど、なんか引っかかってる子供もいるしな、これ、なんなんだろうこいつら、これあれか、最高何人とかあんのかな、なんかスコアみたいな。いや、まあスコアもクソもねえかこれ。あ、ゴミ箱がある、ゴミ箱で、ちょっと待って、これは、あー、待って、ミスった、ごめん、ちょ、場所が悪かったな、これはもうちょい、オッケー、ここで完璧、はい、まあこれは当てればいいのか、オッケーオッケー。え、まあごめん、踏んじゃった。え、これはさ、え、待って、これさ、これちょっと入るんじゃね、これゴール入れようぜ、ちょっとバスケットに、子供でバスケットをする最低な最低な先生、オッケー、これ完璧っしょ、はい、難しいこれ、なんで入んなかったの今、完璧だったじゃん、もうちょい手前か、はい、どうこれ、いやー、ちょっと手前すぎたな、もうちょい、あー、全然入らない、意外とむずいぞこれ、入る、あー、オッケー、今の入ったの、あそこに当てればオッケーみたいな、ちょっと完璧に入れたいな、なんかちょっとなんかこだわり、凝り性が出た、ここで、いやー、ちょっと待って、むずいこれ、待って、子供探すよりこれ入れんのむずいぞこれ、ちょ、山なりに上から、なるべく上からこう入れ、でかすぎるんだよな子供が、こう
こう入れる。はい、どうこれ。これどう？オッケー、完璧。まあ意味ないんだけどね。うわ、すごい、すごい大状態になったな、これ。こっち側じゃあもういけないのかな。ピクミンってさ、一列だっけ？こんないっぱいついてきてたっけ？なんかピクミンなんかもっとゾロゾロ周りにいるイメージなんだけど。あ、なんだこれ。え、なんか書いてある。ストップって書いてある。これ、え、これ危険なんかな。なんかピクミンみたいにめっちゃやられちゃうみたいな。あ、寝てる。これ寝てるぞ。これ起こそう。はい、オッケー、起きろ起きろ起きろ。ほら、オッケー、ナイス。で、ここは行き止まりだね。オッケー。あ、ここにも寝てる。起きろ。ほら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 、起きろ。起きろ。オッケー。ほらほらほら。投げるんだよ。よし。じゃあこっち側行ってみますか。この危険ストップみたいなところ。あ、いるね、普通に。普通にいるじゃん。で、ここにいるからこれも投げて起こすと。待って、方向が悪い。はい。いけ。どんどん投げろ。吹き飛んだぞ。今の吹き飛び方やばかったな。なんか質量保存の法則がああだこうだとか無視してただろ、あれ。てか最初の方に見てたさ、あのなんか木の上のやつ、あれどっから行くんだろう。俺こんなとこ行ったっけ。あ、行ったか。え、あれどっから行くん。結構序盤のやつなんかな。ここ、あー、ここか。あ、ここ普通に行けんのか。オッケー。やば、後ろ列やば。はい、オッケー。あ、これ意外とむずい。よくないんです。オッケー、これはオッケー。オッケー。37人。え、なんかすげえ中途半端だな。なんか40人ぐらいいるんじゃねこれ。じゃあこれちょっと戻ってみようかな、普通に。もうこれ十分でしょう、これ。ちょっと子供集合、全員集合。あ、すごい。全員集合だよ、こっちに。ほら、帰るよ。あー、みんな後ろ戻っちゃう。後ろ戻っちゃう、みんな。ほら、ちゃんと列並んで、ほら、ちゃんと。ダメだ、みんな戻っちゃう、後ろに。律儀か。律儀すぎる、こいつら。あ、オッケー。で、これでどうなるんだろう。え、何？漫画っぽくていいね、これ。15時5、あー！間に合ってない！え、これどうするんだろう。16時。お、なんかいい案思いついた。え？なんだろう。どうすんの、これ。何これ。え？ちょっと待って。何をやっているんだ、これは。状況がつかめないんですけど、これ。何これ。え？どういうこと？めっちゃ子供持ってるけど。え？何？え、もしかして、え？ここで生活するの？いや、そんなわけないか。まあ明日になったら帰れるわけだしな。え、でもなんか肉、なんかマシュマロみたいな肉とかなんか持ってるけど。で、なんか釣りもあるし。え、一日サバイバル、これ。 Thank you for playing。 え、終わり。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。クナートス高原っていうゲームだったんですけど、まあ結構ね、なんかすごいグラフィックとかも綺麗で、なんか漫画とかも、漫画っぽいなんかイラストとかもあって、結構面白かったです。ということで、皆さんもぜひね、ちょっと興味があったらやってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。みんな、子供は投げちゃダメだぞ。